全員揃ったな。墨田区に現れた新たな敵との交戦から一夜明けた。まずは状況の整理から始める。いろいろあったからね。墨田区のスカイタワーに現れた巨大なモノリス。巨大なモノリスは異常音波を出して生き物を凶暴化させることができる。敵を無尽蔵に生み出しながら凶暴化させる。めちゃくちゃね。国土調査員は墨田区の特異体をシレーヌと命名、以後最優先ターゲットとし迅速に討伐することを決定した。シレーヌ？なんだか美味しそうな名前だね。シレーヌ、つまりセイレーン。人々を歌声で惑わすギリシャ神話の海の怪物。おあつらえ向きの名前ですね。国土調査員のネーミングセンスはさすがです。ふひひ、シレーヌタン最高。手応えありまくりじゃないっすか。山田さん、よだれが出ています。と言っても今はシレーヌタンは遥か上空で高みの見物。どう攻略するんで？そうですよね、あんな高いところにいたら私たちの攻撃も届きませんし。まあそれはおいおい考えるとして、もう一つ話題があるしょ。わかっている。自衛隊害獣駆除特任部隊についてだが。それは私の方から話そう。昨日は任務ご苦労だったね。君たちの働きで民間への被害が最小限に食い止められたよ。どうしておじさんがここに？大臣直々の視察だそうだ。ねぎらいがてらきちんと自己紹介をしておきたくてね。君たちも聞いたことがあると思うが、昨日から害獣駆除特別法が施行された。これは自衛隊の特別部隊が市街地でピグマリオン駆除を迅速に行うための法令だ。あの害獣駆除特任部隊とかいう人たちですか？そう、まあ正確には駆除を行うのは隊員じゃない。君たちも見ただろう。対ピグマリオン特化兵器、27式多脚戦車、環状炉搭載型オートギアという兵器だ。私たちの援護に入ってくれたあの強力なロボットですね。あれは君たちドールに極めて近いシステムで動いている。もちろんギアはないが、その代替として環状炉を搭載していてね。フィールを動力に駆動し、フィールを束ねた熱戦兵器で敵を駆除する。間近で見ましたから、その威力はよくわかっています。うん、聡明だな。簡潔に行こう。オートギアの攻撃力は君たちをはるかに上回る。さらに極めて高度な AI 制御により行動するため、操縦士は不要。すなわちたとえ光線で破壊されても人的被害はゼロということだ。ちなみに現在オートギアはタワー周辺に殲滅結界、いわゆるテアトルを展開。完全封鎖区域において取り残された民間人の救出活動に当たっている。生命体の精神を蝕むシレーヌの異常音波も機械の AI を狂わせることはできないからね。美しいかはさておき、画期的ね。我が国の国防は見栄や意地より実技だ。人命尊重が第一だろ。ではあなたは、高梨大臣は私たちよりオートギアが優秀だと？そんなこと断じて認めることはできません。ああ、勘違いしてもらっては困るな。これはあくまでも適材適所という意味だよ。しかしデータにない情報も必要だ。だからこそ見せてはくれないかね、君たちの実力を。わかりました。シミュレーターへご案内します。